それじゃあ行ってきます。行ってきます。行ってらっしゃいませ。赤い
ロな小芝居は昼からにしていただけませんか、ゆうとさん、この野郎。いやいや、ツバメさん大胆です。兄さんはインモラルファイターです。あ、ごめんな、ゆうくん、押し倒しちゃって。怪我はないよね。あんな小芝居できるくらいだし。うん、楽しかったね。うん、ゆうくんがかばってくれたからね。あ、みんなの声が聞こえたからつい。紳士は匂い嗅いだりしません。でも確かに相手がユウくんでよかったよ。気をつけるね。そんな涼しい顔しながら、たわわに実ったツバメパイを乱暴にもみしだいてヒーヒー言わせてやるぜとか考えてるんですね。そうなんだ。ゆうくん、おっきいのは嫌い？このことはシオンさんに報告しておきます。ツバメさんの乳房を激しく揉みしだいたと。アンリちゃん、その辺で許してあげて。元はといえば私の不注意でぶつかったのが原因なんだし。またまた大げさなんだから。兄さんとツバメさん、本当息ぴったりですよね。そうかな。はい、それはもうぴったりすぎて全力全開でラブラブに見えるです。いつも言ってるけど、私たちそういう関係じゃないよね。何言うてんの。たとえ恋人でも人前じゃそんなことさせへんよ。何言わせるん。なるほど、恋人さんが愛し合うときはお部屋でですか。メモメモ。何ですかこのバカプレ。死ねばいいのに、爆発すればいいのに。あ、ちょ、せやからうちはラブラブになりたくないのですか。謝るのですか。意味もなく謝るのはツバメさんの悪い癖ですよ。うん、ツバメさん、ツバメさん、昨日のお菓子お味はどうでした。桜のスコーンのこと。すごく美味しかったよ。本当ですか。うん、あれってホワイトチョコをベースに桜の塩漬けで香りを出してるんだよね。見た目も香りも春のお菓子って感じがして可愛かったよ。あずちゃん、また腕を上げたんじゃない。ありがとうございます。大丈夫。ちゃんと運動して減らしてるの。あ、すごいよ。ゆうくん大きい方が好き言うたやん。相変わらずエッチなんだから。もういつからこんな子になっちゃったんだろうね。
昔はこうじゃなかったのにな。あいつってワイのことやな。お兄ちゃん待たせたな。みなこうのアイドル虎吉くんの登場やで。さ、体育学校行こう。無視せんといて。みんなワイを待っとったんちゃうの。で、誰がどこのアイドルですって。お兄ちゃん、自分でくんづけはどうかと思うよ。いきなりそうツッコミかいな。あ、せやけどまだツッコんでおらん子がおるな。いやいや、私ですか。そうでしたか。では、虎吉さんはどうして生きてるんですか。朝一番に存在意義を問われた。いやいや、すみません、ツッコミとか慣れてないもので。ワイはまぞやない。せやけど、ツッコミが好物なのはほんまです。お兄ちゃん、一緒に家を出たはずなのにどうして遅かったの。そんなん決まっとるやろ。妹の恋の行方を陰ながら見守ってたんや。恋の行方って。せやけどまさか往来の真ん中で押し倒すとは思わんかったわ。ツバメもやるときはやるんやな。兄ちゃん見直したね。押し倒したんちゃうわ、不可抗力や。そうか。せやけど自分そのままノリノリで小芝居しとったやん。あれはユウくんが振ってきたからつい。せやな、振られたボケにはきっちり答えんとあかんよな。さすがワイの妹や。憎い、この関西の血が憎い。お、急に口押さえてどうしました。今、なまってたよね。はい、バッチリなまってました。いやいや、めっちゃ恥ずかしい。何も恥ずかしがることないやろ。うちじゃいつもなまっとるやん。昨日はかてお腹かきながら母ちゃん飯言うてたやないか。そないなことしとらん。変なこと言わんといて。はっ、今さら隠さんでもええやろ。ゆうとだって気にしへんなあ。そんなん気にせんでもええやろ。乙女心注文はようわからんわ。家ではともかく、外でなまると変な顔されて恥ずかしいって前から言ってるでしょ。これで見られてなんぼの演劇部員言うんやから、おかしなやっちゃ。それはそれとして、朝から優と抱き合った感想は。優くん、赤ちゃんみたいに甘えてきてめっさ可愛かったわ。くんたら正直なんやから。って、二人ともどさくさに紛れて何言わすん。ツバメはその気のようやな。体の相性も栄養やし、もう自分ら結婚したらや。もうお兄ちゃんからかんといて。かいの。チックな意味ですか。あんずちゃん、考えられてないの。
もうこんな時間ですか。クラス分けも見ないといけませんし、そろそろ行きましょう。あ、またどこかでよな。元気でいろよ。せっせやから置いていかんといて。トラキチ君泣いちゃう。いや、こないして一緒に登校するのは久しぶりやな。小さい頃はいつも一緒におったのに。そうですね、ツバメさんたちは演劇部の練習で毎朝忙しそうですし、ごめんね。別にツバメさんが謝ることではありません。それぞれやりたいことが違うのですから、生活サイクルがバラバラになるのは仕方のないことです。これから先、こうして一緒に登校できるチャンスもそうないのかもしれませんね。ですね。この一瞬一瞬を大切にしていかないと。泉ちゃんとも一緒に登校したかったな。構いませんよ。私はもう大人ですから。首から血がビシャーって出るのでも、は、はい、目玉がグリンって飛び出てくるのでも、頑張ります。わかった。じゃあ次またホラー系持ってくるね。はい、よろしくお願いします。毎度大きい。ええー、ね、マブダチを信頼してるしな。で、どうやった？ニスカニーソックスも。ははー、ありがたき幸せ。あれ、お兄ちゃんたちも DVD の貸し借りしてたの？次私にも貸してよ。え、いや、ツバメには早いというか、というか、なあ、ゆう。せや、エンゲージリンクスオンライン、略して ELO やね。うん、ゲームなんだ。アニメだったら見せてもらおうと思ったんだけど。お、見てみ。あれ、1年生やないか。今年の1年もレベル高そうやん。放課後声かけに行くか。なんや、ユウは年下好きやと思ったのに。まさかホモか。分かっとる、ユウはそういうやっちゃな。それでええね。ワインも年下よりかはおゆらけムンムンのお姉さんの方が好みやしな。ナンパはナンパや。いえ、今日はめっちゃええ陽気です。どうしたの、ゆうくん。
ずはクラス分けの掲示を見に行かないとね。ちょっと待った！この声はあそこです。そう信じて人類は進化を続けた。その結果、環境は破壊され、海は汚された。つまり何回青かったという問いかけの答えは1回。青い海は二度と戻らないのです。ちょ、何言ってるの。戻しましょうよ、青かった地球を私たちの手で。素晴らしいお考えです。私も手伝いますよ、泉さん。ええ、一緒に頑張りましょう。ガシッ。それで結局どうしてユウトさんを待っていたんですか。だから別に待ってなかったんだけど。そんなに聞きたいのもいいわ、教えてあげる。私がここで待っていたのは、ユウトに勝利宣言するためだったのよ。勝利宣言？今日はどんな勝負をしてたの？どちらが先に教室に着くかって勝負よ。似てないのか当然よ。この戦いは私が始めて、私が一方的に勝利する、いわゆるワンサイドゲームってやつね。いえ、それはただの一人相撲だ。せやけど、まだ教室についとらんやろ。まして泉が勝ったことになっとるんや。先にクラス分けの掲示を見てきたからや。けど、ユウトはまだ自分のクラスがわからない。つまり、スタートの時点で私の勝利は約束されてるってわけ。ねえ、どう、ユウト、悔しい？今どんな気持ち？あ、どうして？
てきましたよ。兄さんとツバメさんと泉さん、また同じクラスみたいです。また自分ら一緒か。今年も一年よろしくね。ではクラス分けも見ましたし、行きましょうか。うわー、無視するなよ。頑張れよ。冗談だよ泉ちゃん、泣かないで。よしよし。私の味方はツバメだけね。泉さんも相変わらずですね。ある意味安心しました。ですが今日はいつもよりテンションマシマシな感じですね。わかるわかるで、春休み中ずっとバイトやったからな。みんなと絡めるで寂しかったんやろ。別に寂しくなんてなかったわよ。バイト楽しかったし、演劇とか興味ないし。泉ちゃん、やっぱり山吹き見たかったんだね。ふんだ、別に気にしてないし、泣いてないし。だよねだよね。女優さんの泣きの演技に私ももらい泣きしそうになっちゃったよ。やだ、すごく面白そう。ちなみにお土産とかないのかしら。キラキラ、え、あるの？欲しい。わけないでしょ。どれがあんたの施しなんて受けるもんですか。そう、泉ちゃんが喜ぶと思って。へえ、そう、ツバメが選んでくれたの。ならツバメからってことでもらってあげなくもないわよ。というわけで今すぐよこしなさい。ください、お願いします。私が集めてるの覚えててくれたんだ。って当たり前よね。ツバメも選んでくれたんだもんね。うんうん、そうだね。お土産もらっちゃった嬉しそうですね。そりゃ親友からのプレゼントだもん。喜ぶのは当然でしょ。わかりやすい人ですね。どういう意味よ。いえ、別に。それでは、ゆうとさん、また後で。子供扱いしないでください。それくらいわかります。では、レッツゴーです。ゆうと、仕切り直しよ。どっちが早く教室に着くか、勝負しなさい。主人様って呼んであげてもいいわ。その代わり、私が勝ったら今度の日曜日一緒に映画を。うん、やっぱなんでもない。いいわよ、バカバカ。負けたら負けたでご褒美だし。うるさい。いいから早速スタートするわよ。はい、ドーン。
入ったら走っちゃダメだからね。今年も騒がしくなりそうやな。